今から25年前、世界を震撼させるテロ事件がこの日本で起きた。1995年3月20日、午前8時15分ごろ、東京のど真ん中で悪夢は起きた。朝のラッシュの地下鉄車内に毒ガスがばらまかれる無差別テロが発生。電車内、シンナーあるいはガソリンの匂い等はし、病人等が発生しての模様である。警視庁了解。怪我人何名か、救急車の要請か、どうぞ。負傷者6300人、死者13人が出る大惨事となった。地下鉄サリン事件である。サリンとは、もともとナチスドイツが化学兵器として開発した猛毒の神経ガス。吸い込めば神経に異常をきたし、少量で死に至る。あのヒットラーでさえ躊躇し、実際には使わなかった毒ガス。それが世界一安全と言われた日本の首都でばらまかれたんだ。この事件、殺人化学兵器が大都市で一般市民に向けて使われた史上初のテロだった。犯行は当時勢力を伸ばしていた新興宗教団体オウム真理教によるもの。その教祖は麻原彰晃、本名松本智津夫元死刑囚。終焉の来ない世界、それを目指して修行すること、これが絶対的真理の宗教なので。麻原は自らを神の生まれ変わりと称し、超能力や予言を売りに若者たちを引き寄せ、最大で1万人を超える信者を集めていた。その一方で、オウムはたびたび社会と衝突。オウム真理教が宗教であってはまずいわけだ。そうでしょう、ね、オウム真理教はインチキ、金儲けの教団であってはまずいわけだろう。一体なぜ麻原たちは無差別テロを起こしたのか。今見えてきました、麻原容疑者が乗った黒いワンボックスのワゴン車です。真相解明に注目が集まった。しかし、その後250回以上にも及んだ公判で、教祖の口から真実が語られることはなかったのだ。さらに事件のすべてを知る最高幹部も。おい、何やってんだ、俺は救急車呼んでる、救急車呼んだ。謎の視察、真相は闇へと葬られたのか。25年間にわたりオウムの闇を追い続ける記者がいる。テレビ朝日、清田浩二。第7サティアの中に入りました。鼻をツンとつくような匂いがしています。ちょっとほこりっぽい感じもします。地下鉄サリン事件直後からオウム真理教を精力的に取材、25年にわたり事件の真相を解き明かそうとしてきた。独占インタビューに答えたのはオウムの元最高幹部、上祐文博。教団の顔としてスポークスマンを務めていた。麻原を殺す気ですか、今度は。麻原を殺す気ですか、今度は。孫子を今度殺すんですか。オウム真理教発足当時から
麻原の側近中の側近として教団を知り尽くしてきた人物である。その上祐氏が事件から25年を経て封印したはずの過去を語り始めた。自分さえもコアの対象になりかねないというのがあの教団の構造ですから、まあ疑似戦争みたいな状態。さらにオウム武装化の闇を知る元幹部を直撃。核兵器について調べるみたいなその話があって、それがどうもなんか本気でこう作ろうとしてるみたいな話だったんで。なんと麻原は核武装計画まで進めていたという。その真相に迫るため私たちは海を越えオーストラリアへ。あ、あれか。現地で掴んだ衝撃のスクープ。オウムはウランを狙っていたんです。そして現地で起きていた謎の羊の大量死。麻原たちは本気で世界を破壊しようとしていた。地下鉄サリン事件から25年、殺人カルト集団オウム真理教はなぜ神の名のもとに無差別大量テロを行ったのか。オウム25年目の真実。ショコ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 朝原ショコ。オウムを殺人カルト集団へと駆り立てた教祖は麻原彰晃、本名松本千鶴。1955年、熊本県生まれ。生まれつき目に障害があったため親と離れ盲学校で育った。卒業後は千葉県に移り鍼灸院などを経営。1987年に宗教団体としてオウム真理教を設立した。1990年には衆議院選挙に出馬。歌って踊る派手なパフォーマンスで世に広く知られることになった。お騒がせいたしました。メディアにもたびたび出演。オウム真理教の教えにおいて例えば愛という言葉があると。でこの愛というのは全ての主張に対して本当にその高い世界へ転生していただくため の, ただ一つの心の働きと、これが慈愛であると。90年代の新宗教ブームの波に乗り一躍脚光を浴びた。これはテレビ朝日がオウム内部を取材した貴重な映像。食堂になります。これ野菜ばかりですね。オウム食と言われるものだそうで毎日これをお食べになるそうです。すいません。オウムの信者は出家制度の名のもと、ね、全財産を教団にお布施し共同生活を送っていた。そうですね。これは修行に使われるという部屋。畳がちょうど1畳分。そして棚には麻原彰晃さんの書物が並んでいるわけですが、その特異な修行スタイルや出家制度をめぐる問題などから次第にカルト集団と呼ばれるようになった。1989年、オウムは自分たちの活動を批判していた坂本堤弁護士とその家族を殺害。一家三人の遺体を別々の山中に遺棄した。1歳の幼い子供にまで手をかける残忍さは大きな衝撃だった。
1994年には長野県松本市で猛毒の化学兵器サリンを散布。死者8人、負傷者140人の大惨事に。教団支部の建設をめぐる裁判官や地元住民へのテロだった。そして1995年、あの地下鉄サリン事件を起こす。一体なぜオウムは凶悪犯罪を繰り返してきたのだろうか。数多くの凶悪犯罪を起こしたオウム真理教、彼らは一体どこで道を踏み外したのでしょうか。今回我々はその原点を知る数少ない人物に取材を試みました。これがその元幹部への取材メモ。名前などを明かさないことを条件に初めて語った内容は、当事者にしかわからない生々しいものだった。犯罪家の知られざる原点とは。再現映像を交えながら迫っていく。1988年9月、地下鉄サリン事件の6年半前。この日、富士山総本部道場では深夜まで立位礼拝の修行が行われていた。すると、規制を発しながら暴れ出した信者がいた。水谷浩一さん。引きつけや転換のような症状を起こしていたという。水谷が暴れ出しています。私たちの言うことを聞きません。朝原に報告を上げたのは幹部の村井秀夫。大阪大学大学院で物理学を学ぶ。教団最高幹部の一人で、ほとんど全てのオウムの殺人事件に関与する。水谷か。そうだな、風呂場に連れて行って水をかけて頭を冷やさせなさい。はい、わかりました。朝原の指示のもと、村井のほか新見、岡崎、早川などが対応することになった。村井らは水をかけ続けたが、水谷さんの症状は収まらなかった。そこで湯船に水をため顔をつけた。水谷さんは死んでいた。これを公表すればオウム真理教は終わりだ。このことを届け出るか。しかし、せっかく教団の勢いが出てきた時だし、公になれば救済計画も大幅に遅れるな。
一刻も早くポアしないといけないな。ポアとは朝原の力で魂を高い世界へ転生させること。オウムでは殺人をも意味する言葉だった。水谷さんの遺体はドラム缶に入れられゴマ弾で焼かれることになった。現場には朝原も立ち会った。俺はバジラヤーナに入れというシバ神からの示唆だな。バジラヤーナとはもともとチベット密教の奥義のこと。オウムでは殺人さえ肯定する教義として使われた。この一人の信者の死をきっかけに教団の歯車が大きく狂い出していく。1989年2月、地下鉄サリン事件の6年前、水谷さんの死がきっかけになってある事件が起きる。早くここから出せ。オウムからの脱会を申し出た田口修二さんが教団施設内のコンテナに監禁された。田口が本気で教団を出ると言っているらしい。孫子を殺してでも辞めると口走っています。田口は水谷が死んだことを知っているからな。戻りません。水谷さんが死亡した現場に田口さんは居合わせていたのだ。水谷、あいつが喋ったら救済が遅れるな。それはまずい。もう一度今から見に行ってこい。それでもし意思が変わっていないようならポアするしかないな。幹部らは田口さんの目を隠すと用意していたロープを静かに首に巻いた。そして田口さんを殺害したのだ。遺体は水谷さんの時と同様にゴマ弾で燃やした。そしてここからオウムはさらなる凶悪犯罪を重ねていくことになる。オウム真理教の問題を80年代から追い続けてきたジャーナリストがいる。江川翔子さん、地下鉄サリン事件以前から取材を続ける数少ない記者で、テレビ朝日の番組でもたびたび幹部らと対決、オウムから殺害されかけても批判を続けてきた。長年江川さんはオウム事件、オウム問題を取材されてきたと思うんですが、そもそもこの知るきっかけになったっていうのはどういうことだったんでしょうか。ある女性から電話がかかってきて、でその人の娘さんがですね、このオウム真理教っていうところに行ってしまって、まあ、全く連絡が取れないと、弁護士の知り合いがいないというので、じゃあ私は何人か知ってる人がいるので、じゃあ声をかけてみましょうと。この時江川さんらが紹介したのが横浜法律事務所の弁護士坂本堤さんだった。坂本さんは小さい子供や障害者など立場の弱い人間を守るために活動する人権派弁護士として知られていた。
弁護団も拡張してますます体制を整えてますので、ますますここの幼稚園に足を運ぶのが出ると思いますのでよろしくお願いします。坂本さんは弁護士仲間に声をかけ、オウムに対抗するための弁護団や被害者の会の設立に奔走した。これは坂本さんが実際に使っていたファイル。オウム真理教について詳しく調べ上げ、いくつもの問題点が書き込まれていた。例えばこの血のイニシエーション。血のイニシエーションとは、教祖朝原の血が入った液体を飲む儀式。霊的なエネルギーが注入されるとしていた。オウムではこうしたものを信者にとんでもない値段で販売していた。ミラクルポンドと呼ばれる朝原が使った風呂の残り湯が1リットルで10万円、血のイニシエーションはなんと100万円。まさに詐欺まがいの金集めだった。そこで坂本さんはメディアに情報を提供、大規模な告発キャンペーンを始める。やっぱりその普通に一生懸命生きてる人たちの幸せを踏みにじるものに対する怒りっていうのは、これは強かったと思うんですね。坂本さんの活動に誰よりも焦りを感じていたのが朝原。オウム始まって以来の危機だった。1989年11月3日地下鉄サリン事件の5年5ヶ月前、朝原は幹部の村井、早川、新見、岡崎らに坂本さんのポア殺害を命じた。計画では坂本さんが仕事場から帰宅するところを襲う予定だった。しかしこの日は祝日だったため、坂本さんは出勤していなかった。そこで夜になって別の車で動いていた村井らが自宅アパートの様子を見に向かった。ドアの鍵は開いており、中には人の気配がした。早川はこのことを朝原に報告している。孫氏、玄関のドアが施錠されていないようなんです。だったら家族ともどもやるしかないな。やんとか。朝原は坂本さんの妻さと子さんと1歳になったばかりの辰彦ちゃんも殺害するよう指示したのだ。午前3時、坂本さんのアパートへと向かった。そしてその場で家族3人を殺害した。坂本さん一家が忽然と姿を消したことはメディアにも大きく取り上げられた。そんな中、坂本さんの自宅からオウム真理教のプルシャと呼ばれるバッジが発見されたとの情報が流れる。疑惑の目は
一気にオウムへと向けられていった。するとオウム真理教としては一切関係がないということが断言できると思います。つまり、弁護士とそれから母親の相談によって捏造された可能性が大変強いと思うわけですね。これはオウム真理教についても随分朝原や実行犯たちは平然と事件への関与を否定したのだ。という言葉は全くございませんので、そのやはり共産主義。1990年2月地下鉄サリン事件の5年前オウム真理教の教祖朝原彰晃は衆議院選挙に出馬する。さらなる信者の獲得と国家への影響力を持つために。しかし選挙の結果は惨敗。朝原の野望はもろくも崩れ去る。本気で当選を信じていた朝原ははためにも落胆していたという。そこへ。おかしいよ、これって何かの陰謀だよ。朝原の娘の一人が選挙で負けたのは陰謀だと言い出したのだ。選挙の敗北はね、陰謀だ。選挙管理委員会が開票操作をしたのだ。選挙の翌日には信者たちに対し朝原自身が国家による陰謀論を唱え始める。これはその実際の音声だ。今回の選挙の結果ははっきり言って惨敗で、何が惨敗なのかというと、それは社会に負けだと考えられることは大きなトリックがあった可能性はあると。よって国家、警察、マスコミ、これ全てこれからも敵に回っていくだろう。落選を境に社会や国家を敵対し、対決姿勢をむき出しにしていくことになる。するとオウムは山梨県上九一色村に建設したサティアンと呼ばれる巨大施設の中である計画を進めていく。それが教団武装化計画。国家転覆を図るため武器を密造、生物兵器や化学兵器の開発を目指したのだ。これは後に押収された武器の映像である。海外から密輸したと思われるミサイルやロケット弾、バズーカ砲など計70点。本気で国と戦う準備を進めていた。また第7サティアンと呼ばれる施設の中ではさらに恐ろしいものを作ろうとしていた。それが猛毒の化学兵器サリン。これは第7サティアン内部の写真。そこには無数のパイプが張り巡らされ、化学工場のような施設が設けられていた。一体なぜオウムはサリンの開発に乗り出したのか。教団の計画は日本ハルマゲドン計画ですから、在家の人も含めて一般の人たち、これをポアしていくってことなんですよね。ハルマゲドンとは新約聖書に書かれている世界の終わりに起きる最終戦争のこと。当時朝原はこのハルマゲドンの到来を繰り返し予言していた。これはその実際の映像だ。皆さんは必ずやハルマゲドンに巻き込まれることになるだろう。これは避けることができない。さあ一緒に、もうハルマゲドンまで残り少ない時代を全力で仲裁者として
異教ではないか。オウムの信者たちは朝原の予言を妄信してしまったのだ。1993年夏、地下鉄サリン事件の1年半前、上雄は朝原から命じられ教団施設内の化学プラントへと向かっていた。土屋君、孫子に見てこいと言われたのだが。そうですか、こちらへどうぞ。そこにいたのは信者の土屋正美。筑波大学大学院で有機物理化学を研究していた科学者で、朝原からサリン製造を指示されていた。土屋はすでにこの時サリンの試作に成功していた。これです。これがサリンか。それはわずか数十グラムの量だったが、オウムが猛毒の化学兵器の開発に成功した瞬間だった。その後、朝原のもとに最高幹部らが集められ、サリンの大量生産について話し合われた。サリンを70トンほど作りましょう。それは人類70億人を死に至らしめる量だった。この計画のためにロシアから大型の軍用ヘリコプターも購入、空からばらまく計画を立てていた。朝原はサリンを使って本気で世界を破壊しようとしていたのだ。今回私たちは武装化のキーマンといわれる人物に単独インタビューを試みた。元オウム幹部野田成人氏、教祖朝原彰晃の側近として仕え武装化の一端を任された人物だ。これが毒ガス検知器です。史上最強の毒ガスの一つと言われているサリンを検出することができます。東京大学理学部でノーベル賞を目指していた頭脳を買われ、教団の科学部門で活動。実はオウム真理教では国の象徴制度を模倣した組織を作っていた。野田氏は科学技術省に所属し、最高幹部の村井の下で動いていたという。地下鉄サリン事件以降は一時オウムの後継団体の代表を務めていた。しかし2009年、朝原を処刑せよと発言したことで除名に。現在はオウムとは一線を画している。野田さんはその朝原、まあ、当時の代表からその武装化についてこう明確な指示ってのは何かあったんですか？炭疽菌を作るっていう話がやりましたね。東京で93年の6月十何日かに予定されたその皇太子のご成婚に合わせて何か巻くみたいな。炭疽菌とは毒性が極めて強い細菌で、生物兵器としても使われるもの。その致死率は 90% とも言われている。野田氏によれば、東京亀戸にあった東京総本部に科学班のメンバーが秘密裏に集められ、炭疽菌の開発が進められたという。これは実際の映像。ご成婚パレードに合わせ大量散布するべく噴霧実験を繰り返していた。オウム真理教出てけ出てけ。しかし施設の周辺で異臭騒ぎが起きたこともあり、炭疽菌計画は中止に追い込まれた。
ところが、教祖朝原はさらに驚くべき別の計画を野田氏に命じていたという。その指示っていうのを受けたのは93年の頭ぐらいだと思うんですけどね。最初は核兵器について調べるみたいなその話があって、最初は調べてるだけだったんですけどね。それがどうもなんか本気でこう作ろうとしてるみたいな話だったんで、なんと朝原は核兵器の開発まで本気で計画していたというのだ。そしてまず目をつけたのが原料となるウランの採掘だったという。そのウランの取れる土地がオーストラリアにあるから、それをこう抑えたか抑えるっていう、まあ、どっちかの話で、出家信者が10名近くとその化学班の村井とか私とか遠藤豊田とか、まあ、それが10名ぐらいの20名ぐらいで行きましたね。朝原は行かなかったんですか？もちろん行きました。朝原は信者20人余りを引き連れオーストラリアへと渡り、ウランを採掘、核兵器の開発を試みたというのだ。清田記者はオウムの核武装計画を追いオーストラリアへ。あれか。現地取材で明らかになっていく衝撃の新事実、核武装化計画の実態に迫った。オーストラリアの西海岸に位置するパース、世界各地から観光客が訪れるこの場所でオウム真理教は核武装計画を進めていたという。 Hello. Hello. I'm glad to see you. Good to see you. 当時の出来事を知る人物に話を聞くことができた。元オーストラリア連邦警察長官ミック・パーマー氏。33年間重大犯罪の捜査に関わってきた。カルトがオーストラリアに進出してきたと聞いたときにどう思われましたか？彼らが税関で問題を起こしたときに連絡があったのです。その段階では彼らが何者なのか私たちは全く知りませんでした。これは朝原がオーストラリア入国のために書いたというビザの申請書。入国の目的は観光と書かれている。しかし彼らが持ち込んだ大量の品には普通でないものがありました。ハンドソープとラベルのついた劇薬もあったのです。さらに発電機などの機械類とおよそ2メートル四方200キログラムもの小型掘削機を2台も持ち込もうとしたという。税関は荷物の一部を危険視し押収しました。そして危険物を持ち込んだ罪で彼らには罰金も課せられました。薬品と掘削機は押収されたものの、およそ50万円の罰金を払い、朝原たちはオーストラリア入国を果たす。そしてオウム真理教の一行20人余りは小型飛行機2機をチャーターしバンジャ湾に向かったという。パースから北東700キロの内陸部。あそこがバンジャ湾だよ。バンジャ湾、この辺り一帯がバンジャ湾みたいですね。そこは東京都ほどの大きさの広大な牧場だった。牧場を案内してくれるのは現在の牧場主ニールさん。オウムから2400万円でここを買ったという。そのオウム信者たちが来た、ここに来たっていうですね、証拠っていうか証みたいなのはこちらにまだ何か残ってますかね？痕跡は残っているよ。その痕跡までは広大な牧場を車で20分。確か穴がここにあって
土の山はあそこにあったと思う。だいたい直径3メートル、深さ1メートルくらいかな。ここに25年前、大きな穴が存在した。その穴の映像が残っていた。それは大地に突如ぽっかりと開いた人の背丈よりも深い巨大な穴。取材を進める中で、オウムは空港で押収された掘削機などを新たにオーストラリアで調達したことが判明した。その総額はなんと2000万円。そこまでの執念で巨大な穴を掘り上げたのだ。ニールさんによると、この辺りには質のいいウランを求め、今でも世界各国の企業が調査に来るという。オウム真理教もその良質なウランが目的だったのか。ウランを掘ってたという話を聞いてですね、ちょっとそれは恐ろしい気はしました。さらにオウム真理教は牧場の中に研究施設を作っていたという。あれか。Yeah, over there. Over there. Yep. 危険と書かれた看板がある。お。研究室の中に入ってみると、20年の年月で当時の痕跡はほとんど失われている。もう完全に入ってそんな中、状態です。Here, Japanese letters. 清田記者が何かを見つけた。これかすかに残ってました。日本語がコンセントを通してかな。これはオウム一行が確かに活動していた証だ。そしてこの後、我々はオウムのさらなる計画を知ることになる。この西オーストラリアで彼らはサリンを製造し実験をしたのです。これが当時の映像だ。重装備で捜索する捜査官たち。焼け跡から重要な証拠を拾い上げていた。これがその器具です。硝酸と呼ばれるとても危険な化学物質を使用するためのものです。この器具で危険な劇薬を使用していた。一体何に使おうとしていたのか。捜査官が死んだ羊の骨からサンプルを取ると、その分析から驚くべき結果が出たのだ。羊の毛からはサリンが使われたという証拠が出たのです。これが羊の死骸です。彼らは可動式の柵で狭い地下鉄のような空間を作り、羊たちを隙間なく詰め込みました。そしてサリンを撒いたのです。日本から8000キロ離れた西オーストラリアで行われていたサリン実験。それは予行演習の可能性があるとオーストラリア警察は見ているのだ。そして日本では恐ろしい計画が着々と進行していた。1994年6月27日、地下鉄サリン事件の9ヶ月前、ついに朝原は世界を破壊するハルマゲドン計画を実行に移す。長野県松本市で猛毒の化学兵器サリンを人に向けて使用したのだ。教団支部の建設をめぐる裁判官や住民らに対するテロだった。オウムはサリンを噴霧するための特別な車両まで作っていた。死者8人、負傷者140人の大惨事となった。1995年
3月18日、地下鉄サリン事件の2日前。オウムは警察の捜査をかく乱するため、さらなるテロを計画する。近々、警察の強制捜査があるので、矛先を変えるために地下鉄にサリンを撒いてほしい。あさっての3月20日、月曜日の通勤時間帯に合わせてやります。これは、からだからね。それは教祖朝原からの指示だった。じゃあやってくれるね。はい、はい、こうして事件前日、実行犯たちに合わせて6リットルほどのサリンが手渡されたのだ。1995年3月20日、地下鉄サリン事件当日、教祖朝原のハルマゲドン計画を信者たちは忠実に実行に移してしまう。それが正しいことだと信じて。犯罪史上に残る無差別大量殺人はこうして引き起こされた。地下鉄サリン事件から25年、元オウム最高幹部の上祐文博氏は今何を思うのか。上祐氏が封印された過去を語り出した。地下鉄サリン事件の目的は、目的は不明確というか、目的というよりも心情というか、戦う神の決心となれみたいな趣旨なんですね。地下鉄サリン事件が起こる前の状態で、まあ、すでに強制捜査の可能性とかも高まっていて、包囲されていたんだと思うんですが、やめてしまうと自分の宗教的アイデンティティが失われるからなんじゃないかっていうことではないかなと思うんです。まあ、よってその教祖自身の盲信狂信のなせる技だったかなって。教団の関与を知りながらなぜ否定会見を。教団内の立場としてはやむを得ずというか、それをしなければ、それは自分さえもポアの対象になりかねないというのが、教団の構造ですから。分かりやすく言うと全体主義的な体制っていうんですか、そういうことなので、まあ教団側に立つか社会側に立つか、まあ疑似戦争みたいな状態、意識的にはですね、疑似戦争みたいな状態の中にあったと思います。地下鉄サリン事件を止めることはできなかった。今思えばそういった自分たちがその戦う使命を持っているという盲信に落ち込んでいるので、それを止めるっていうのは悪魔っていうことですから、そういう宗教的信仰ができてしまった後では、その善悪が反転しているわけですね。いわゆる教団の中の非国民、聖なる戦い、これを妨げる悪魔ってことになりますから、信仰ができた後は無理だと思いますね。朝原に対して今はどう思う。自分が救世主であるっていう、そういった妄想にそれを啓示としてはまり込んでしまって、それから抜けられなくなってしまった。で、その強い妄信というか自己過信ですか、その信念に多くの人を感染させていったんじゃない。今現在は朝原将校は上祐さんにとって信仰の対象ではないんですか。いや、信仰の対象ではないというより、多分一種の精神病患者だったと思います。要するに多分
今は一連のオウム事件について反省と謝罪の気持ちを示すが、自らが主催する光の輪は公安調査庁にオウムの後継団体とみなされ観察処分を受けている。核武装化計画などに関わった元幹部野田成人氏にも同じ質問を投げかけた。まあ、ああいう悲劇が起こってしまうのを防ぐのは難しいんじゃないかなと、それはちょっとやっぱり思いますし、まあ、自分自身のその弱さって言ってしまえば、まあそれまでなんですけど、もう途中の段階でこうなんかこう抜け出そうとすれば、まあ、そこで何かこうもう自分がやられるみたいな、そういうあれになってしまった。仮にの質問になってしまいますけども、朝原将校からサリンを作れという指示があったら、当時だったら野田さんはその指示に従ってましたか？あ、多分従ってたと思います。まあ、負けって言われたら、まあ、多分負けてたと思います。それはもう完全犯罪行為、違法行為って分かってても。そうですね。野田氏は核武装計画が失敗したため、一連のオウム事件では罪に問われなかった。しかし一歩間違えば無差別テロの実行犯になっていたかもしれないのだ。そして事件から25年経った今もオウムは名前を変え活動している。今道場の方に向かうものと見られます。アレフはですね、近年あの組織的な、まあ、勧誘活動を、まあ、積極的に行っておりまして、そのターゲットは主としてですね、まあ、サリン事件等の知識が比較的ない、青年層ということになります。サリン事件はでっち上げだったというのはですね、まあ、こういったことも申し向けて、まあ、極力警戒心を抱かれないようにいろいろな、まあ、手を講じていると。サリン製造の舞台となった第7サティアン、今では辺り一面枯れ草が広がっていた。そこで当時オウム反対運動の最前線に立っていた元上久一色村村議竹内誠一さんに話を聞いた。地下鉄サリン事件はやっぱり防げた事件だったんじゃないかと思いますか？それはもう一貫して私は言ってるんです、うん、でも、まあ、松本は防げなかったか分からんけど、地下鉄だけは防げたはずだと、うん、保健所も来て検査も来てるんだけど、入り口に見ただけで帰っちゃうからね、うん、ほんで検査しなきゃダメじゃないかって言うんだけど、検査しないでしょうね、うん、検査の中、入れたはずだったら当然もっと前に入れたはずですね、うん。92歳になる竹内さんの言葉には、今後第二の地下鉄サリン事件を起こしてはならない教訓がうかがえる。時代は平成から令和へと移り変わりました。今では地下鉄サリン事件を知らない世代がどんどん増えています。人を幸せにするはずの宗教団体が多くの犠牲者を生み出してしまったこの事件の真相を、我々は今後も追求し、次の世代へと伝えていかなければなりません。朝原と信者の歪んだ変身願望により多くの人々の命を奪ったオウム真理教、死刑が執行された今でもその脅威は失われていない。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。